釣りできるかな。この辺でできんのかな釣りって。こんな普通のとこでどんなもんかが分かんないからな。とりあえず釣り竿を準備してみよう。おお、できるできる。あ、これも使えるんだ、エイドロンのやつも。なるほどね。ほっ、いるかな。なんかスキャンはしてるな。あ、いた。あれがザーボだね。機械の魚みたいな感じなんだ。エコーはいいんだ。ほっ、あいつ食えるかな。食えるっていうか食うわけじゃねえけど。あ、なにこれ。あ、こんな感じになってる。まさか、ただ引っ掛ければいいだけじゃない。エイドロンの草原でもマジでそんな感じ。マジか。はい、よし。あ、ここはここっぽいな。なるほどね。 0.0 ポイントポイントないじゃんそれ。水中システムの中のコーパス運用物への生態脅威を識別し除去する。へえ、金星のこの辺の湖で見つかるんだ。ほっ、オッケー、来た。おお、なんかスーツ着てるけどこいつ視覚データを保存。へえ、あ、そう、使われてきたみたいな感じは。もう忘れ去られちゃってるやつもいそうですね、そういう感じになると。これ真ん中であればあるほどポイントが高いよってことかな。ただそもそもこういう子たちはあんまりポイントが高くないね、ないんだろうね、きっと。エコーワインダーとか。なるほどね。これをさ、使ってみたいんだよね。これ何なんだろう、これ。え、ててててててあれはなんか関係あんのかな。ちょっとヘリオスに任せよう、あの辺の敵は。よろしく。あ、寄ってくんのかな、餌の方に。やっぱあれが、あれはあれで餌みたいな感じなのかな。お、真ん中だとポイント高いね、やっぱね。おお、面白い。はい。おお、すげえ。ビリ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 っつって。もう釣りは釣りでも全然違う感じの釣りだね。で、それでさばいたらさばいたで、いろいろ素材も手に入るよってことなんだよね、きっと。これちょっとさばきに行きたいな、この後。行こうか、もう。行きましょう。どうせちょっと釣る目的のためだけに出てきたから。どっちだ？あれ？あ、上か、これ。下にいんのか、今俺。はい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 。オッケーオッケーオッケー。あったあったあった。帰りましょう。ちょっと帰りましょう、一旦。で、これでブジネスさんのとこ行けばいいんだよね。ブジネス！ブジネスか、ブジネスー！で、さばいてもらうと。俺がさばくのかな？あれ、なんか、口ぶり的には俺がさばいてるみたいな感じだよね。まあ、勝手にやってくれるのは分かってんだけど。オッケー、ブジネスさん。オッケー、さばく。さばいてみましょう。おー、あ、結構釣ったな。あ、美的とか通常ってそういう意味があったんだ。なるほどね。大きさみたいな感じなんだね。エイドロンで言うところの。面白すぎでしょ。美的を、じゃあ全部さばいてもいいけど。オッケー。で、さばくと、ああ、なるほど。こうやってスクラップは手に入れるのか。はいはいはい。うまくできたぜ。ほら、うまくできただろう。すっごい。なるほど。全部さばいてしまいましょう。そしたら、素材たる素材を手に入れてしまいましょう。なあ、物見なかった。罰連打しちゃった。で、タグも手に入ったと。なるほど。どうやって手に入れるんだ。動物か。これは動物を捕まえるんだね。麻酔銃とかで。なるほど。それもやりたいな。キノコ群にいるっつってたね。キノコキノコキノコ探そうぜ。キノコクレーター群のところに動物がいるみたいなこと書いてあったけど、ああいうところってことだよね。動物、なんか鳴き声のやつゲットして、それギアにセットしてきてるから、それを使ってみるのがいいのかな。どれだっけ。あ、銃にすればいいのか。おお、できた。ん、え、どうすんの。 R1。 あ、これ麻酔銃か。なるほどね。あ、動物じゃねえ、あれ。それ、当たった。まあ、だからなんだって感じだけど、ダメージになってないから。はい、どうもー、ハピネスタグのハピネスです。やってきました、フォーチュナー証券実況プレイ。まず、麻酔銃を装備。で、ルアーですね。このエコールアーみたいなのつけると、地図上にね、動物ここにいるんじゃねみたいなね、そんなアイコンが出てくるはずです。あれ、あー、あそこあそこ、あの青いやつで、アークウィングとかに乗っていきましょう。で、出なくなっちゃうんですけど、再度ね、麻酔銃装備すると地図上に出てくるので、まあ何の不安もなくいけますね。 OK。 で、ここにマーカーが出てるので、ここ行ってみようかな。どうしようかな。あんま遠くないところがいいな。
こことか行ってみようか。オッケー、行くで。で、なんかそこでね、動物を見つけたら、なんか、スキャンしなきゃいけないものがあるみたいね。それにね、最初やった時気がつけなくてね、できなかったんだよね。さあ、もうそろそろ着くぞ。なんかね、その動物の足跡とか、糞とかをスキャンして、何があったんだみたいな感じで、調査しつつ、保護に向かうっていう感じらしいですね。初めてやった時、俺ここ散々ここで、なんかこの、ルアーを鳴らしまくってたんですよ。なんか動物が現れてくるんじゃねえかとかって思って。うん、全くそんなことはなかったんだよね。指向性マイクみたいな思ってるな、これね。超かっけえな。オッケー。さあ、それっぽいものを見つけましょう。多分あのアイコンのところに、その、スキャンするべき対象があった。今、あ、これだ。これが多分その動物の糞なんだよね。ポバーの痕跡、スタート。ってことで、この痕跡をね、追っていくみたいな感じらしいですね。動物の足跡を追跡する。足跡だ、近いぞ。これだね。で、向こうに行くんだ。なるほどね。これ面白いね。おお、これであのビズさんが売ってるところのタグとかを手に入れることができるんだろうね。なんか敵も普通にいるけど、足跡、ああ、これだね。下のちょっと邪魔すんな。死にたいのか。ちょっとビルド間違えてんだから。オッケーオッケー。おー、足跡。あー、これだこれだ。すげえすげえ。なんか探偵さんみたい。私、探偵メサ。今日も、よろぴこー。行きましょう。ピコピコしながら行きましょう。ピコピコ、よろぴこー。よろぴこね。いるのかな、この先に。結構なんか今、タスクの、あれが4つぐらいあったよね。あ、これだ。これか。おー、なんだこれ。ポバー、コール地点。あ、コール地点。あ、なるほどね。コールすんのか、ここで。いや、ルアーないとできないやつじゃん、これ。ルアーで、引き寄せる。どうやって引き寄せんだ、これ。お、ちょうどいい？お、これだ。これは、ポバー専用のコールだ。貧弱な動物だが、一応保護対象だ。臭いけどな。あ、そうなんだ。声真似、ここで声真似すんだ。え？声真似むず。OK。捕獲には忍び寄るのがいい。動物が寄ってくるまで待機。了解です。麻酔銃にしといた方がいい？ビズさん。どこ？追跡し、保護する。どこにいるの？どこ？いた！かわいい！デリケートポバーか。かつてオロキンに飼いならされた種類の子孫だ。へぇ。逃げちゃった？なかなかの貴重種。臭いのは前提なんだね。どこ行った？ちょっと追っかけないとダメ？ポバー、おいで。これやべえことしねえから。おい、ポバー、動物めっちゃ可愛いんだけど。あれ、どこ行った？またルアーを使えば引き寄せられんのかな。なんかこの辺だったよね、これ。追跡し、わーわーわー、ちょっと待った。なんか余計なのがいる。邪魔すんな、今俺忙しいんだバカ。あ、逃がしちゃった。てめえらのせいだぞ。ヘックさんを召喚してやる、この野郎。マジか、クソ邪魔じゃん、コーパス。うわー、もうわかんねえ。また逃げられんじゃねえかっていう恐怖心。いた、すげえ近かった。なるほど。で、撃ち抜けばいいんだね。あ、眠った、一匹。やった、かわいい。捕獲した。おお、来た、かわいい。何これ、なかなか色合いがいい。よう、ごめんな、君一匹で。今回1歳4ヶ月、 0.03キロ、めちゃくちゃ軽いじゃないですか。メス、ノート、常時物を漁っている。なんか今緊張の一瞬だったね。俺黙っちゃったよ、やりながら。金星の胞子を森固有のポッパーは、不愉快な匂いを放つ臆病なゲッパ類って、ゲッシ類。常に群れで行動し、ちょっとしたことで一気に逃げ出す。彼らはバーミングや総合の主な食料源となっている。おお、そうなんだ、かわいい。やばい、よし、何が回収してくれたんだ。
こいつは渋滞だ。どうやら間一髪で間に合ったようだな。早急に手当てする。ありがとうビーズさん、ありがとう。よそ者、怖がって逃げていったみたいだ。面白いな。いやー、動物保護意外に大変でした。こんななんかうわーってなるとは思ってなかったからな。ちょっと変な余計な体力使ったわ。あ、サニーポバータグ4つ、1匹につき1個って考えるとクソシビアだね。これででも1個手に入れたんだね。今俺ブースターがついてるから2個になったけど、違う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 、多分そういうことなんだろうね。ビーズさんよ、タグの取引でってことはポバーのぬいぐるみであと1個あるとポバーが回収できるんだ。なるほど。でもこんなに動物いるんだよね。ポバーに関してはちょっとちっちゃいから見にくいかもしんないけど、こういう子たちも麻酔銃を強化すれば一発で眠らせられるようになって、でこういうのと交換しましょうっていう、そういう感じなのかな。おお、これは本当にでもこのぬいぐるみのためだけだからさ、本当にやりたい人はやってねっていうやつだよね。多分チーポイントは手に入るもののさ。なるほどな、オッケーです。まあでもデビューできてよかったわ、生活保護デビューね。うん、ロッキーって何こいつ。ベントキット、袋も親父もいない。なるほど、俺たちはロンリの親族があんだよ。こいつはロンリ兄弟のブーンってんだ。おう、何これ、軽ドライブじゃん。はははは、ボード作ってんの、マジか、ちびっこ。関係ボードはいっか、行きごとに一つはクールなのを用意してんだ。なるほど、あざす、中くみたいなやつだね、やんちゃボーイ。レールに乗ってやべえ速度を出すんだ。クロキット、税金やろうから命をかけてグラインだよ。日本語字幕の方が結構遅いってことだな、これ。あんたに技術があっても、ママに服を着せてもらった感は消せないぜ。洒落てる仲間にパーツ見てもらえ、貧相でクソな見た目じゃ、リスペクトされないぞ。なるほど。だよな。すげえ。あ、ベントキットチー。俺めっちゃ持ってんじゃん、これ。やった。やった、十分いけてる。誰かさん、やべえやつ。やべえやつになりたい俺。最高。ロンリー同士、急に頭良くなるな発言が。これ血のつがった家族にも何も言っていないが、こいつらはあんたの家族だ。ベントキッドはロンリー関係を盗んでる。そうじゃないやからには時間を避けないんだ。いいね。これ提供物って何なの一体。あ、何これ。あ、作れんのね、マジで。うわあ、すげえ、モッドがあんの。はあ、速度が上がるとかないの。400のダメージ与えるってあったな。へえ。あ、速度上がんのあるわ。すげえ。こういうの欲しいな。めっちゃかっこいいやつが欲しいね。これ、すぐ上がるよ、俺。これ、チーポイントあっという間に。あ、もうチーポイントがあればいいんだ。ポイントがあれば。別にアイテムいらないんだ。これみんな早くにここトップに行くでしょ、普通に。フォーチナーの通気口の中で家族と過ごしているベントキットはコーパスからの部品盗みで、峡谷で軽ドライブレースを開催している。夜になると通気口で、スケックをの大音声で演奏し住民を苛立たせる。面白い。へえ、これちょっと次の称号行きましょう。よし、金ピカチーまで行ったぜ。オッケー、続行。あ、でなんかもらえるんだ。降下中 20% の重力がかかる。トリックすることで敵に40の炎ダメージ、磁力ダメージ、グラインド速度。はあ、なるほどね、グラインド速度も上がんのか。また操作性変わってくるな。オベロン先生マジかっこいいんだけど。じゃあ速度を上げていきましょう。これはこれでよし、やったぜ。すげえ。あ、次あれなんだね。で名声を上げればいいんだ。ほっ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 ほ。なるほどね。軽ドライブを制作するにはここでやってもらうと。あ、さっきのレーサーの人じゃん、あの人じゃん。あいつも仲間なんだね。なるほど、スペシャル品で物自体も買えるよってこと。君を買うのかい。57プラチナで、あ、ここにあったわ。ああ、今すごい足で引っ掛け回してるやつだね。なるほど。他のサービスって何これ、メッキとかあんの。何これ、命名。ああ、なるほどね。完全にまだ訳されてない部分があるね。なるほど、提供できるんだね、ランクマックスのやつを。なるほど、
へえ。で俺ね、このロキーって誰だと思って場所わかんなくて来ちゃったんだよね、ファストトラベルで。すげえ実験してる、うわーみたいな感じで。面白え。どこから出てきて、どっから帰んのこれ。まさかこういう方法しかないというわけではないよね。だってそう、釣りのついでになんかファストトラベルがあるね。何これ、どこって思ったら、あ、これね、演奏するのはね、演奏で苛立たせるやつはこれね。あ、これ苛立つ人いっぱいいると思うな。あ、なるほど、クラブハウスから出る。あ、そういう感じだったんだ。これわかんねえよこれ言われなきゃわかんないね。なるほど。でもちゃんと知ってれば入れるね。なるほどなるほど、覚えておきましょう。あのマークが目印ということでね。なるほどな。ね、そんな感じでまだまだこんな出だしみたいな感じですけれども、初心者ですけれども、完全なちょっとね、生活保護の方もやって、ぬいぐるみいっぱいね手に入れてオービタに飾っていきたいと思います。はい、プライベートでやりつつね、ちょくちょく進捗は動画に残していくと思います。そんな感じでお送りしたのはハピネスアグのハピネスでした。またお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。